ねえみんな、みんなはカブトムシやクワガタムシがどうして戦うか知ってる？なになに？おもちゃの取り合いや滑り台の順番、ピンポンピンポーンってんなわけないよ。答えは大事な餌場を守ったり、自分たちの住む場所を守るため。でもこんな勇ましい姿はめったに見られるもんじゃない。そこで今回は虫好きのみんなのために特別にその勇敢な姿を見せてくれることになったんだ。ああ、それから虫が喜ぶ正しい飼育方法も教えちゃうからバッチリ勉強してね。さあみんな、準備はいいかい？じゃあ始めるよ。空中バトル虫ファイター。では虫ファイターを紹介しよう。体重で3つのクラスに分かれているよ。日本代表のカブトムシはライト級、小さいけれど力持ち。マンディブラリスとは大顎という意味なんだ。ぴったりだね。サタンオオカブトはボリビアの奥地にしかいない珍しい種類。長い大顎が特徴のギラファは世界最大のノコギリクワガタ。その名の通り、背が赤いセアカフタマタは気が強くて暴れん坊。アジア最大のカブトムシコーカサス、3本の鋭い角が特徴だ。戦いが大好き、最大にして最強のクワガタパラワンオオヒラタ。そして最後は王者ヘルクレス、世界最強のカブトムシだ。